ございます。宇城和樹です。今日は9月1日です。今日はですね、なんと11月5日に開催される宇城和樹ワンマンライブのチケットの発売日となっております。イエイ。はい、ということで本日チケットがもうすでに発売されております。チケットピアさんにてお買い求めいただけます。でも本当にもう今日チケット発売できたのがめちゃめちゃ嬉しくて、すいません、今日の動画はこちらのお知らせ動画となります。宇城和樹、11月にソロでアーティスト活動を再開させていただくんですけれども、その時にオリジナル楽曲を何曲かご用意させていただいております。 YouTube のエンディングに使われている祈りの歌、こちらの歌とか、あとですね、新しい歌がいろいろ今できております。はい、そしてなんとですね、本当に豪華な作詞作曲家さんにお願いしておりまして、私も大好きな進撃の巨人の第1期エンディングの歌を担当されていた石塚礼さんによる楽曲を今制作中です。そしてですね、最終未来兵器モフというユニットのプロデュースなどをしておりました、パックスジャポニカグルーヴさんの作詞作曲楽曲、こちらも書き下ろしとなりまして発表させていただきます。こちらのタイトルは月光浴となります。で、11月5日のライブなんですけれども、私自身初めてのライブとなります。ですので、もちろんいつも応援してくださってる方や YouTube を見て知ってくださったっていう、一回も会ったこともないよっていう方とかも、起こしやすいように、初めての方も楽しんでいただけるライブになるように工夫とかしようと思いますので、もしよかったらぜひ11月5日開けといていただければ嬉しいです。そしてですね、月見る君思うさんっていうライブハウスなんですけれども、ライブハウス会場に大きな月のモニュメント、月が映し出される素敵なライブハウスになっておりまして、こちらのプロジェクションマッピングとかこういうのを用いながら、音と光と演出とかで歌を聴いてもらうシステムとするライブにしようと思っております。そして歌とかにもストーリーを載せながら、みんなに伝わるように漫画とかを書いてみたり、本当にちょっと試行錯誤をしてみようと思っております。本当に念願のね、ソロの歌を始められるということで、今日チケットピアでチケットが発売中なので、ぜひよろしくお願いします。東京でライブをするので、もちろん地方の方、遠い方もいらっしゃると思うんですけれども、行ってよかったなって思えるように頑張りますので、ちょっと遠征とかも検討していただければと思います。私自身兵庫県に住んでいて、東京行ったり来たりしておりましたね。漫画喫茶にガチで住んでいた時期がありまして、兵庫県のご当地アイドルと東京のアイドルユニットを掛け持っていた時に、漫画喫茶に住んでいたんですよね。渋谷の1500円のところです。でそこに住んで、夜行バスの直角バスで行ったり来たりしながら、関西と関東の往復していたので、その遠征だったり、地方が辛いとかだったり、そういう気持ちがめちゃめちゃよくわかります。なので、無理ない範囲なんですけれども、本当に一人でも多くの方にお会いできるように、とてもとても楽しみにしております。そして合わせてですね、なんとこの度通販を始めることとなりました。パチパチパチ。通販でオリジナルグッズの販売、今まで手売りでしか買えなかった祈りの歌というこちらのエンディングのダウンロードカードとかですね、こういうのを通販で販売しますので、もしよければ通販もご利用くださいませ。でも YouTube のいいところは、本当にこうやって全国の方にいろいろお届けできることだと思ってますので、もちろん会場に来ていただかなくても、いろんなことをお伝えできるように、映像で伝えれるように頑張っていきます。でもやっぱり直接見ていただきたいっていうのもありますし、この日のために一生懸命頑張ります。そして11月はゴールではなくスタートということで、12月1月の予定とかも今どんどん決めている最中です。
そしてですね、さらにクリスマスライブも決定しました。こちらは12月16日東京で夜クリスマスのライブがあるんですけれども、こちらはオールシッティングで皆さん座っていただいてライブできるような感じで考えておりますので、こちらも本当に初めての方にも来やすいような感じで考えております。はい、お伝えしたいことが本当にありまして、もうまあ何せよね、とりあえず9月1日を迎えられたので、いよいよチケットの発売となります。下の概要欄からクリックしていただけますとチケットピアの URL にすぐ飛べますので、よければご覧くださいませ。いやー楽しみだね。ライブ構成としてはもちろんオリジナル曲もそうなんですけれども、みんなが知っているようなカバー曲であったり、まあこの YouTube を見ていたら、あああの歌ねってわかるような歌をかけたり、いろいろしようと思います。でさらにですね、もう今9月になりました。ということで今日100均に行ったんですけど、100均に行ったらもうなんかいつハロウィンって感じで、もうなんかパーリーナイトしてたので、まあちょっとゲンガーちゃんがね似合うような感じで、いろいろちょっとお部屋をですね、まあ可愛くしてみました。可愛くしてみましたっていうか、ここで寝るんで、この撮影動画を切ったら、よいしょってこっちに、やらないと寝れないんですけど、でもね、最近もうここでね、すっと寝てます。物に紛れながら。まあそんな感じで。でも本当に、私自身、本当にこのライブを楽しみに、楽しみにしております。半年間ずっと人前でライブっていうことが、まあできなかったので、この日を迎えられる、ために今頑張っております。まあそういう感じでね、お知らせだけになってしまったんですけれども、もしよろしければまだ日にちがありますので、ご検討何卒よろしくお願いいたします。はい、それではちょっと告知になってしまって申し訳ないんですけれども、また明日の動画もちゃんと更新します。それではありがとうございました。宇城和樹でした。11月5日のライブチケット本日発売です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。宇城和樹。